おはようございます。飯抜きです。今日はとある西条の神社に来てます。こちらで何をするかと言いますと、皆さんご存知ですかね、 e バイクというのは電気自転車です。それをちょっと今回お借りすることができたんで、こちらで走らせてみようと思います。秋はサイクリング最高ですね。ちょっとこちらでテストしてみたいと思います。ではまた。でこちらの表示をちょっと説明していきたいと思います。一番上が速度ですね、何キロ出ているか。その下が、左側ワット数で、右側が走行距離ですね。でモードが選べて、いろいろなモードがあるみたいです。でその右側バッテリー残量、どれだけバッテリーを消費しているか。でその下の RPM、 これがあのペダルの回転数ですね。どれだけペダルを漕いでいるかということですかね。で右側の勾配、こちらは勾配を表示できるらしいです。角度ですかね、といったところです。でもう一つ、こちらではなんとナビがついているみたいです。このボタンを押すとここにナビが表示されます。どこを今走っているか、便利ですね。ナビが表示されるとものすごい、優れた機能です。変速できるかな、10段変速です。おお、S って書いてあるスポーツモードね。ここでも切り替えれるし、3つついたらターボモード。ターボモード。もう一回押したら エコノミーモード。エコノミー一つ。ターボ。で電源切るときは？切るときは。電源切るときは長押し。なるほど。でこっちでもギアが変えれるんですか？ギアじゃなくてモーターね。ああ、モーターを変えれるんだね。モーターのパワーを変えれる。こっちでパワー、ターボ。でこっちにスポーツ。でエコノミーと。エコノミーやね。でエコノミーの状態になってても、この一番上のボタンを押すと、いきなりターボモードになると。ああ、できるんやね。でその横がすぐ。どれ。あ、なるほど。メーターがついたね、ここに ね。1,2,3,4 でカウントはされてないけど、だんだんこう動くよね。19876531っていう感じ。で元でわかるんですね。なるほど。これが後付けですか。後付けですね。それが立ってこぐ時の。今立ったりした時ね、両方ね持って。こんな感じで持ったり。楽ですね、その方がね。テープか。マジックテープでバックは後付け。これはもう純正ですか。元から付いてたやつから変えたんやね。変えてますよ。クッション性を。ああ、クッション性があるよね。確かに。パスファインダースポーツ。純正タイヤ。しっかりしとるね。フロントもディスクブレーキですね。リアもディスクブレーキ装着。ここが充電するところですね。充電はここからします。ボディが何グラムいたんかね。15キロだそうです。なんでできたんですかね、このボディは。アルミ製。アルミ製です。
スリット加工いうのかね、これペダルね、滑り止め、滑り止めが加工されてます。これが純正 オプションね。はいはいはい、後からつけたドリンクホルダーと、このドリンクホルダーに、バッテリー、延長バッテリー、ああ予備バッテリーを、これが追加バッテリーです。これをつけることによって 1.5 倍走行距離が伸びるみたいです。ここにバッテリーが入ってるそうです。ここがモーター、モーターがここにあります。本来はこのスタンドがないみたいです。スポーツのサイクル言ったらスタンドがないみたいですね。本当こちら盗難防止がついてます。工具がついてます。工具がついてます。すごいですね。道具がここに備わっているらしいです。ぜひ行ってみてください。ここにあります。自転車屋 B ショップオチです。すごいです。全然余裕で上がれました。